やばい。待って待って待って。ちょっと待って、ちょっと待って。え、足し算合ってるかな。合ってる合ってる。できたできた。ちょっと待って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 。ちょっと待って、本当に待って。本当に待って。いや、本当に待って。はい、いや、本当に待って、無理だから。5。ちょっと待って、待って待って待って。2、1。はい、オープン。待って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 よ。待ってとか。答え分かれたぞ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。っってえ、あの人何変える？でもダメっすよ、みぞりさん。変えるのダメ、変えるの。え、私変えるとかじゃないもん。ずるい。てかさ、この人おかしくない？ずっとやってる。何？はい、はい、できたできた。あの人バカでしょ。いやね。はい、せーの、答え言ってきました。言ってください。はい。83。83。83。え？坪川は？73。減ったな。減っちゃった。え、これどういう計算式でやりました？我々多分一緒ですよ。そうっすね。麻雀の牌の総数って何枚ですか？136。あ、間違った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 。だから、だからこの問題で奇数はおかしいから。しかも見て、すごい容量悪いの。131314って一個一個全部引いてるの。3枚で39でいいのに131313。最初間違った、最初間違った。6と9が似てるから間違った。数はまずい。139、奇数になるのはありえない。坪川さんは、違う、坪川さんはじゃあダメだ。73でしょ。坪川さんはもっとバカなやつだから136まで分かったの。136分かって、53も分かった。13、3人と14、1人で53まで分かって、うんうんうん、最後の引き算がもう10分かっちゃったの。帰れよ。バカなの。これ小1だからね。これ小1でやる問題だからね、これ。またやっちゃったよ。この類のできないとこの類のミスをまたやってしまう。136-53は、え、合ってますよね。83、83が合ってます。やば。やばいやばい。え、私こっからの中で、てかみんなシンキングタイム短すぎですよ、これ。短くないし。まずここ136って頭の中では出てたけど、次は139って書いてた。2回139って書いてますから、これ。2回139って書いてる。何回やっても139。何回やっても139。ダメでしょ。これで僕と足立さんが一歩リード。一歩リード。一個ずつリード。で、二人、今のどっちがバカかって言ったら難しいところですよ。そもそも麻雀牌を奇数にしてしまった人と、うん、引き算を。引き算を。小学校1年生の引き算を間違える。うん、全く意味がわからないですね。難しい。まあ、最後の問題で。はい、リンにした最後問題ですか。まだ考えてないですよ。どうしよう。とりあえず毎回追いついてないですね。ちょっと早いって。どうしようかな。麻雀クイズあとどんなのありますかね。うん、あ、じゃあ行きますよ。いいですよ。じゃあ行きますよ。はい、麻雀牌、あの自分の、あ、麻雀、なんて、ごめんなさい、すいません。まとまってない。自分の灰山、うん、灰山のことをなんて言うでしょうか。はい、どうぞ皆さん。え、何それ。え、自分の灰山、はい、どうぞ。前の灰山ってことですか、自分の。はい、適当なの。え、自分の灰山、こうじゃない。自分の、え、自分の、前の灰だよ。自分の担当のですよね。あの、ここここここ、あの、ハイパイ、うん、ありそうな、ハイパイ上がってきました。ここここ、斜めにするやつあるじゃん、その灰のこと。難しい。これ以外言ったことがない。これでいいのかな。でもこれな気が。あ、似てる似てる。え、そんなあれがあるのかな。よし、いいですか。はい、いっせーので。不安になってたよ。はい。カタカナピーパイ。あ、ピーパイ。あ、ピーパイ。ピーパイだろ。ピーパイ、ピーパイ。ピーパイでしょ。ピーパイ。え、ピーパイ聞いたことある。ピーパイですよ、ピーパイ、ピーパイ。あだしたのはこれ、ジフ山。なんか相撲取りみたいな。ジフ山。ジフ山。いや、ピーパイ合ってる、ピーパイ合ってる。ピーパイですよ、ピーパイ。え、漢字じゃなくていいですか、これ。いや、漢字は、はいは、あのなんか、はいって四字ですけど、ピーは忘れました。それダメじゃないですか。ジヤマじゃないですか。
ジアマーピーパーですよね。でもジアマは多分正式名称だ。ウエンさん調べて。お答えわかんないのに問題出しちゃダメですよ。本当っすよ。あ、そう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 。壁入って書いてね。ピーパーって読むんですよ。そうそうそうとかじゃない。そうそうそう。そう壁入って書いてピーパーです。ジフヤマダメ？ダメダメダメ。でもクイズ出した人が答え分かってる。分かってるもん。分かってない。分かってない。分かってる。だから、ピーパーピーパーは自分のものに限りません。限りません。え？間違えてる。何？はい、つもやまのこと。ああ、確かにそうですよね。じゃあ自分の山のことじゃないじゃん。じゃあちょっと待って待って。問題が悪かった。これなしね。これダメだ。これちょっと問題悪かった。ああ、ちょっと。じゃあ私言っていい。最初に言ったやつ。いつまで続くの？次で最後。次で最後。だから最初に言ったつもを漢字で書く。マジか。あのね。でもプロテストで出ましたよね、これ。あのね、ちょっと待って。多分でもね何変化が、ちょっと違う気がするな。まあ、これ僕一回間違えてますからねこの漢字をあの某番組で。あ水口さんとちょっと待ってキムさんなんかねこれ絶対違う気がする。みそいさん遅くない？今答え見たんじゃないですかこれ。見てないよ。見てないし。本当に？見てないよ見てない。私も直したい。でもね、なんか違う気がするんですよね。こうだ。わかった。よし。カンニングミゾエ。いいですか？カンニング捨てないって。よし、せーので、つまー！あ、みんな合ってる。すげえ。あれ？つぼかさんやばくない？何するんですか？なんでそれ？ゼロ点じゃない？なんかバラバラ殺人事件みたいな。怖い怖い。染み泥のツモなんじゃない？何これ？汚い。ダメでしょ。ちょっと汚い。ダメでしょ。ダメじゃないでしょ。怖い。これ奇変じゃなくて手変、手でやると。そう、そこが。モータだから。ね、間違いやすいところというか。これじゃあ、つぼかさん以外見せる。いやいや、なんで？やったーってことは、薄かったからか上から描き直しただけで怖い怖い。ストレートで怖いって。この絵うまいんですけど、つもピシャって描いてる。ちゅん。絵心ありますね。絵心ある。本当に。ってことはこのクイズのじゃあ今までの一連のやり取りで麻雀クイズ一番優秀だと思ったのは誰でしょう？アンケート。ここだんけと、うん、でもみんな私の問題で勉強になりましたよね。えんそういう趣旨が違う。趣旨がもう139とか言ってる時点ちょっとダメですよね、うんうん、ダメです。だからお願い。なんすか139って残りの1、ね、あまり1間違そこはちょっと間違えました。間違えました。はい、素直にね。念には念を入れて2回書いて2回と間違ってました。139。散々、129って書いてたって書いて。139。マシだったこれルリルリでしょ、さすがに。毎回自分に入れるんですか。いや、さっき、ずるいよ。あれ？いや、リンリンさんはもうダメです。口答えしないでください。リンリンさんは、もう最悪もうプロやめないといけない。やだ。だってあれですよ。え？お、やった。嘘。あ、フリマさん。やったー。いやいや。やったー。おかしいでしょ。なんで？やったー。ちょっと待って、リンリンさん毎回ターハイしてるんですよ。一人で。ターハイ多いから。ターハイ多い。嘘。やったー。フリバさん3枚。イエーイ。こっちもちょっと生放置を中に申し訳ないんですけどトイレ行ってもいいですか？どうぞちょっとお手洗い行ってきます。お花リンリンさんは2個じゃもう貼れないですよこれ。ここにも貼っちゃう。ここにもありがとう。1個私も1個。ありがとう。貼れた。おかしいなぁ。やったぁ。今数何個しか仕入るの？ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。私は1、2、3、4、5、6、7個。え、これ数えた？パンダ数えましたよ。そこすぐ気にしますよね。そこだけ細かいみたいな。1、2、3、4、6個。多分6個。坪川さんが全然ダメじゃないですか。あ、
来月助手来ないんですよ。教会の、あの多分放送とかでは多分あんまり出てないから分かんないかもしれないんですけど、教会の青木さやちゃん、新人さんですよね。新人さんです。癒し系。そうそうそう、あの前ね人狼に出たことがあります、占い師役で。ああ、そうなんですか。うん、うん、だそうです。あとゲストがあのビッグマウスの荒木さん。え、荒木さん来るんですか。はい、あのくんくんくんです。くん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 、ひじたきゅー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 。ビッグマウスも面白かったですよね。いや、ビッグマウスめっちゃ面白かったですね。面白かったですよね。お、来てますね、リンリンのお悩み相談室、ね、いっぱい。さてさて、はいはい。あ、で来月私最初なんか最高位戦クラシックっていう対局と日程かぶってて、うんうんうん、まあなんかなんやかんだで出れない日程が合わずで、ルリカ助手がちょっと、うんうん、というわけで今回で卒業。やだ。はい、じゃあ新しいなんか相談が今来てるので行きましょう。はい、お名前あきさんです。男性の方です。放送お疲れ様です。お疲れ様です。以前正月太りの相談をしたものです。あれから全然痩せません。このままではキムさんになってしまいます。おすすめのダイエットを教えてください。あ、え、ちょっと待ってください。この中にガチですごい痩せてる人いないんですよ。でもちょっと丸いですよね。いや、痩せてますよ僕。ちょっと立ってもらっていいですか。立つ。え、これ痩せこれやえ、これ痩せてる？これ痩せてる方に、僕。え、これ痩せてる方に入るんですか？痩せてる方ではありますよね。いや、すげえ筋肉質ですし、僕脱いだら。あ、硬い硬い。うん？硬いか。硬い。え、これは？それお肉。え、身長何センチ？体重何キロ？173センチの。いや、結構大きいんですね。そうです。意外に立つと大きいんですよ。立つと大きい。そうそうそう。立っちゃうと。いや、だから大きい。立つと大きいですね。大きいんだ。すごいっすよ。あれ、でも身長一緒っすね、僕と。え、あれ、え、でも坪川さんの方が痩せて見える。うん。え、顔丸くないですか。そう、顔が丸いからね。私も顔丸いの悩み。これ、パーカーは。これ脱いで。え、これ恥ずかしい。え、中もピンクなんだ。恥ずかしいっていうか変わってないんだけど。恥ずかしいっていうか中も一緒だし。え、ほら、新しい新しい T シャツ。いや、ちょっと。ちょっと。なんでもありじゃないの。ずるいっすよ。いや、坪川さん、え、体重何キロですか。僕は体重は最近あんま測ってないです。多分60あるかないか。あ、そんな細いの。なんか僕65デブ、デブデブデブ、デブは65は見えない。結構筋肉あるんで。顔丸いですよ。ここで顔丸い同盟、うん、丸いコンビ。私も丸顔です。で 私でも本当に顔パンパンだねってめっちゃ言われる。でもシュッとしてる人は多分いないんですか。でマンスターで一番シュッとしてる人って誰ですか。ヤジさん。ヤジさん。あ、ヤジさん。確かに確かに。ヤジさんシュッとして美意識高いですからね。うん、で、質問何でしたっけ。ダイエット、ダイエット、こっちが聞きたいぐらい、こっちが聞きたいぐらい。まあ、ダイエットしたことないですか、ね、じゃあ今までで一番痩せたやつ。あ、したことないんですか、ダイエット。うん、したことないですね。カッチーン、いやいや、カッチーン。体験談に基づいてもいいですか、ね、これ真面目なやつですかね。真面目なやつかな、ダイエット。なんだろう、いやでもな、すごい普通の答えになっちゃうんですよね。結局こうなっちゃうよね。できたー。今一番に書きました。もう終わりました。これ水井さん方式で書いた私。いいですか？書けました皆さん。ダイエットね。いや私が聞きたい、本当に痩せたい。いいですか？一斉のでドーン。病気になる。そう、これ体験談なんですけど、まあ病気になって、うん、いやまあ仕方ないんですけど、でもめっちゃ痩せますよこれ。何キロぐらい痩せたんですか。僕これで6キロ痩せましたよ。すごい。1ヶ月で。でもそれ、それってでもリバウンドしません？します。ね。そうなの。私もこの間。じゃあそれ以上に太るってこと？それ以上には太らないですけど、もうすぐ元に戻りますけど。私この間胃腸炎になって2、3キロ落ちたんですけど、もうすぐ戻っちゃって、戻っちゃいました。戻っちゃう。そうだから病気になるが一番、ダメでしょ、うん、は
はい、次私、あの、みぞえさん方式で書きました。運動。運動です、運動。運動ね、運動はね。結局のところはやっぱり、運動して落とすのが一番リバウンドもしないし、で特にインナーマッスルを鍛えるといいんですよね。何の運動がいいんですか？そんな言葉知ってるの？何の運動？やっぱ水泳とか。ああ、やっぱプールがね。でも私の知り合いの人すごいんですよ。高校生の時に。またもあーあーあまたみなまさんみなまさんでも今気づいたけど間違ったのよ。イタキだこれイタキ書きながら間違えてる気はしてたけどもう分かんなかった。病気って違うよね。病ってこれイタキだよね。イタキイタキこれイタキでしょ。あれなんかあれなんかいっぱい人が来た。ちょっとこっち来てください。なんか人いっぱい来た。なんかいっぱい来ましたね。ちょっと見て稲葉さんこれ見て。イタキって書けないんだよこれ。 X よ X。 ちょっとお悩み解決して。何解決して。今解決中なんですけど。ちょいいっすか。今これ映ってます。映ってます。ちょっと視聴者の皆さんにお悩み解決してほしい。なんですか。今20人ぐらいで飲んでたんですけど。なんで入ってるんですか。顔真っ赤すぎでしょ。今20人ぐらいでみんなで飲んでたんですよ。はい。元引っかかれてる。寮っていうお店でね。はい。じゃあいきなり暗くなったんですよ。はい、画面というか店が、はい、ほんで「ハッピーバースデートゥーユー」が始まりました、はい、で何これ何なのと思ったら「ミスター X お誕生日おめでとうございます」って言ってみんながそのケーキをものすごい出してくれて、でなんか偉い人たちからプレゼントもらったんですよ。嬉しいです。死ぬほど感動して、はい、この感動をですねどう皆さんにお返しすればいいのかなっていう相談なんですけど、皆さん、はぁ、あ、じゃねえ。そう現金で返せばいいじゃないですか。現金で。いや現金とかはそんなダメやん。え？いやちょっと解決してください皆さん。ちょっとお悩み、ね、お悩み、うん、お悩みを。やっぱこれ、ね、真面目に真面目真面目。なんでなんで私のあれは解決のやつは。ちょっと後回しです。すいません、はいはいはい、すいません、せっかく小ボケ入れたとこだったのに。相当嬉しいですもんねそんな。みんなからね。やっぱ真面目に書いていいんですよ。ペンない、ペンない、ペンない。やってちょっとこれ。ペンない。うん。稲葉さん、ペンない。え？せっか。今日僕来たのって、お悩みは特にないんですけど、みんななんかパジャマだって聞いてきたんですけど。あ、忘れてきたんですよ。なんてもったい。ついてないよ。意識低いね。パジャマを見に来たのに。そういうキャラじゃなかったね。そう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 。うっかり、うっかり。うっかり。でもひどいんですよ。さっき、麻雀クイズ出してたら、じゃあお二人麻雀プロじゃないですか。質問ね。はい。まずは山があるじゃないですか。はい。でみんながや子供13枚親14枚配った後の残りの山の枚数は何枚でしょうかってクイズ出したの。お何枚簡単やんなそんな。何枚ですか。足し算引き算。うん。4枚でしょ。考えて何枚ですか。その残りの枚数手配以外の枚数13枚取った後の山の数、全自動ハイパイタグでって。え、変わんないで。一緒やん。一緒やろ。変わらない。何やそれ。積むのも一緒やろ。何え、あ、でも簡単だよ。10トンと11トンなんで、残るのが。なんで83。あー、合ってる。それは簡単やろ。永久ライセンス。だって、合ってたのここの2人だけですから。みぞえさん、だって、まず、麻雀牌が139枚だから。違うの、あのね、頭の中では136枚って、しかも、あの、その時流れてたの、あの、頭の中が、あの、しか言ってない。土田幸翔さんの、あの、麻雀の鉄人の、あの、オープニングみたいなあったじゃないですか。チューのやつ、あれ麻雀牌136枚って言ってるの頭の中で流れてたの、でも自分の中で字になったのが139枚だと。何の3枚なの。分かんないです。いやしかも間違えたんですって言って2回139って2回書いてて、出過ぎやん。でこの人もっとひどいんですよ。え、いやいや単純な引き算できなくて、やばい、73って答え。なんでなん、字を間違えてみる。しかもここに書いてちゃんと式書いてるのね。はい、お悩み解決、ま、はい、はい、せーの、ドン、はい、ね、どうやって感謝の気持ちを、あ、
みんないいこと言ってる。いいこと書きますね。はい、栗葉さんから。僕はその祝ってもらった人に、はいはいはい、一人一人に感謝のお手紙を書くと。あ、 LINE とかじゃなくて。じゃない、 LINE とかダメです。あ、自分の字でちゃんと感謝の。重い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 。だってこれ異性だったらどうするんですか。ガチになっちゃいますよ。いいじゃないですか、それはそれで。いやいや、重い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 。こんぐらいやらないと。はい、これ真面目ね。うん、普段の仕事ぶりで返す。ほうほうほう。いや、わかんない。わかんない、見えないもん。え、これか、真面目じゃないですか、これ。普段の仕事ぶりで返すね、うんうん、いいこと言ったな。いいね、これいいね。いいこと言ったな。はい、次水戸さん。はい、はい、はい、みんなの誕生日にかけないお返し。誕生日かけなかったやつですか、これ。誕生日かけなかったやつ。これめっちゃ損するパターンで、これね。いやいや、そういうのとは思ってない。で、聞いて聞いて、あの矢島さんいるじゃないですか。お、うん、矢島さんがすっごいみんなの誕生日覚えてるんですよ。へー、すごい。で、なんかいつも誰か誕生日の時に誰々誕生日おめでとうって LINE で流れてくるんですよ。すごい。いや、誕生日を覚えてるんじゃなくて自然に入ってくるんだね。で、矢島は言ってました。はい、私の誕生日、私すぐ誕生日、いつですか、知ってる人。はい、6月8日言ってるし。すごい、覚えてます。なんか X に言われるとちょっと引きますね。すそんなん分かる、簡単やん。ちょっと引きます、ね、楽勝やん。はい、覚えてました、うん、ロバね、ロバの日ロバで覚えてるんで、うん、僕は部下に同じことをしてあげる。真面目ちゃんか、うん、真面目ちゃん。これな、俺が解決しようと思ったのはな、ここに持ってきた理由はね、多分部下に同じことをしてあげるっていう話になると思うんですよ、うん、ただそうすると結構すごいことになりますよね。だって一人一人に上司より部下の方が人数多いですから、ね、そういうことですね。大変なんです。これ醤油がついてる。何これ量っすね、これ。ちなみに、うん、このネクタイピンがもらったプレゼントです。見てください。ティファニーです、ティファニー。すごい。ちょっと触ってるよ。ティファニーのネクタイピンですって、これ。ちゃんと ティファニーって書いてる。書いてる、書いてる。え、タファニーってなってません？タファニー。あったもんちゃうよ、サファニー。大丈夫、あったもんちゃうよ。ちゃんと、ちゃんとほら、見えますこれ、ティファニーって。豚におしゃれなものはなぞいらんって書かれてる。すごい。いや、これめっちゃ嬉しかったんですよ、ほんま。すごいですね、めちゃめちゃ嬉しかった。めっちゃ書かれて、豚に合わないぞ。ほんとだ。はい、じゃあコメントで誰のが一番良かったか。はい、え、結局なんかこういうことになるんですよ、普段の仕事ぶりで返すってなる、うん、いや、お手紙、お手紙。いやいや、豚に同じことを、ね、いや、お手紙重いっすよ。だってね、結局どれになったん、これ今だから投票です。投票中、投票決選投票です。え、じゃあ投票結果になったやつが実践するってことですか。僕に入れて X が、まあ、え、なんでルリカに入れるの。ずるいずるい、ルリカに入れるでしょ。自分で入れるぐらい。これ一番少なかった人が罰ゲームするんですよ。私見て圧倒的なこのシーンの数。リンリンに入れるなよって書いてる。意外とリンリン、意外とリンリン。いやいやいや、で全員に、だって部下何人います今 X。X の部下来た。誰？やっただ。来たー。来たー。来たー。いいやつに。つぼっちが一番いい。つぼっちもメガネ貼るとこないよし。え、どういうこと？誰が見えないよ。私がダメ。目が見えない。目が見えない。つぼっちさん、はい。これやばいな。同じことをしてあげるに決まったんですね。そうですね。で、2位？同じことすんの？3位。同じことしてほしい、でも、はい、本当は2個。カメ、乳首、乳首、いや乳首、あ、乳首ってダメですよね。言っちゃったりするに。それ NG ワードだから。すげえな。改めておめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいや、もうちょっと、あ、おめでとう、ありがとう。もうみんなに悩み解決したし、僕は言います。みんなで解決しようよ。はい、じゃあみんな、じゃあ行ってくださいね。はい、ありがとう。みんなありがとうね。急に、さようなら。さようなら。ごとき書かんといて、言っといて。ごとき書かないでくださいですって。他に、さすが重文なんで。それ。それ。はぁ、あ。何してんの、うん、騒がしい。なんか顔真っ赤でしたね。完全に珍しいですね。台風の、めっちゃごときって書かれてる。さすがごときって書かれてる。あれ、ほろ酔いってもう一本ありますっけ。ありますよ。あります。さて、何の、じゃあ前のやつに戻りましょうか。戻ろう。ダイエットの方法だ。あ、そうだそうだそうだ。ああ、
僕書いたやつ、なんて書いてある？ヨガファイヤーとか。ちょっと言わないでよ。すいません、小ボケ言わないでよ。私が小ボケ挟もうと思ったのに、うん、続き、病気が続き、病気かけないは多分結構やばいですよ、人として。続きはやばいです。続きやばい、痛きやばい、痛きやばい。病気とか、もう地面にもう1時間半ぐらい経ちますよ。あ、もうそんな経ちます。早くないですか？早いですね。喋ってたね、結構早いです。基本的には2時間番組なんで。はいはいはい。あ、坪川さんお先にどうぞ。あ、じゃあ僕から。失恋ダイエット。はい、失恋ダイエット。したことあるんですか？したことないじゃん。いや、まあ恋愛経験豊富な私から言わせると、失恋するとね、人は痩せるんですよ、これ。あの、これ水戸さんできた。ちょっと、はい、これはあの、まあ、僕じゃないんですけど、僕の上司の人で、あの、いやもうじゃあいいよ、もう聞きたい聞きたい。じゃあ、じゃあこれあのさっきいた中の誰かが水戸さん寝てるさっきいた中の誰かが言ってたんですよ、これ。いやちょっと寝ないでよ。じゃあもう終わりました。さっき言った中、誰か、誰でした？あ、X だ。なんで言っちゃうんですか？言っちゃうね。ミスター、いや、ミスター X さん、そう、ミスター X さんが教えてくれたんですよ。X 一回激痩せしたい。めっちゃ痩せてた。言っていいのかな？X 一回激痩せしたことあって、1、2ヶ月で7、8キロ。うん、ねえ、不健康。うん。みぞさま？はいはいはい、私は超健康的。ヨガファイヤー。どうどう、みんなみんな、これ書いてんのダルシムですか？そうそうそう、ダルシム、ダルシム、数字の5じゃないんですか？数字の5。何が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 、これ数字の5、これ人、人、まずダルシムがスキンヘッドですからね。あ、間違ったよ、間違ったよ。直すんですね。すごいっすね。しかもめっちゃヨガをする。だ、ヨガがいいってことですね。そう、ヨガがいい。でもファイヤーは出ないじゃないですか、ファイヤー。いや、ファイヤー出るから。何が何だか分からない。星マークも下手くそだ。違う、これ口から出てるんだ。あ、炎が。そう。あ、そういうことか。なんかゲボ入ってるし。じゃあ投票しますか。はい、私なんて書きましたっけ。あ、運動だ。運動。溝井さん方式。でもね、私ね、ヨガの後にすぐご飯食べちゃうから、なかなか痩せないんですよ。あ、ヨガの後に食べるのって逆に太るんですよ。頑張って。そうなんですよ。吸収率が良くなっちゃって。あ、なんかサインっぽい。そう、私ちょっとサインっぽく運動で。おもむろにサイン。運動さん。運動。投票してもらえますか。はい、投票してもらいましょう。はい、ちゃんと RME 運動。入れるな。そうそう、これ結構一票左右して。ああ。はい、運動 RME。みんなヨガしよう、ヨガ一緒にヨガしよう。いや、結局は運動ですよ。結局病気しましょう。病気、病気は絶対ダメです。病気だってやろ、なろうと思ってなれるもんじゃないですし、ダイエットじゃないですもん。いや、結果的に痩せただけで、まあね、ね、誰かな、なんで私さ、やったー、嘘でしょ。1位だー、なんでよ、すごい、2位、1位だー、1位、貼るとこなくなってきた。いや、これあれっすよ、そろそろリンリンに入れるなとかコメントするから、みんな入れてくれなくなっちゃったんだ。そろそろみんながあの罰ゲームのことをちゃんとね、メガネ貼るとこなくなってきた。メガネ、しょうもり、しょうもり。え、な、誰が一番だったのですか？ちょっと一回数えてみます。私も一個。で、誰が今1位だったの？僕。え、病気、病気、え、ダイエットじゃないですよ、病気は。結果痩せただけで、別にダイエットじゃない。私が一番でしょ、今のは。ヨガファイヤーの意味わかんない。絶対一番でしょ。ヨガファイヤーの意味わかんない。ショック死です。さて、次。あ、これいい。ショック死。お名前、テネレさんです。皆さん、こんばんは。そろそろ付き合っている彼女に結婚を申し込もうと思っているのですが、なかなかいい言葉が思いつきません。皆さんにプロポーズの最高のシチュエーションと言葉を教えていただけたら幸いです。実際実行するので、できる内容だと嬉しいです。私ね、これ憧れのシチュエーションあるから書く。そういうの難しいよな。プロポーズ、プロポーズですね。これ結構長くなっちゃうかも。全く想像がつかないよ。
今のポイントがもらえなかったショックが大きすぎて、そんなにショックじゃないですよ。ファイヤー言っちゃったからじゃないですか。どうしようかな。これね、憧れのシチュエーションがあるんですよ。あるの。あ、これすごいマジになっちゃうから無口になっちゃう。いや難しいな、プロポーズ。これでも気の利いたこと言えないとダメですよ、やっぱり。難しいですね。難しいな。これは言われたら嬉しい。ちょっと待って待って、質問は言葉、そうか、どっち、シチュエーションと言葉、シチュエーションと言葉。いや難しいよねこれ。でも男ってあんま考えないもんね。想像したことないんですか。あんま考えないですね。できた、私できた。もともとあったもん、憧れのシチュエーション。しかもさっきの人たち本当に酔ってましたね。そうですね。X に失恋の話聞けばよかった。そうですね。でも X の失恋話とかあんまり聞きたくないですね、多分ね。激痩せしてましたけど笑っちゃまずい。私ね、失恋ってしたことないんですよね。あ、そうなんですか。ないあ、かっこいい。二人で同じ山から積もらないかとかありますよ。かっこいい。ヨガはちょっとそっち系、そっち系。ささささささ笑うな、バイブタ。もうできたの。私できました。何それ、キモい。うわ、キモい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 。フリバさんのだいぶキモい。フリバさんのだいぶキモい。キモくない。キモいキモい、これそれ犯罪集する。何それ犯罪何も出てないじゃん。じゃあちゃんと実行できそうなやつですからね、うん、そうですね、現実味ある。あ、かっこいい。俺とメンツになってくれ。かっこいい。かっこよくないでしょ。かっこいい、かっこいい。メンツだったら1個足んない。子供、じゃあ子供が、子供。できました。じゃあボケないとダメだったのかな。せーので、ドン、ドン。お、じゃあ今度は誰から。なんか変な絵がある。キモい、じゃあこれ最後でしょ、こっち。こっちから行く。あ、僕ですか。キモい人端にいる。僕は、普通に、普段通り仕事から帰ってきて、プレゼントだよって、行って、あの婚約指輪を渡して結婚しようかです。あー、ちょっといいかも。あの普通の普通を装って、実は急に行くやつ。そうそうそう、別なの記念日とかでもなくみたいな。そうそう、でも一生に一回ですよ。だ、余計でも余計びっくりします。いやー、インパクトにちょっと欠ける気がしますね。じゃあ次、リンリンさん。はい、サプライズで指輪をまず用意。これは特別な感じで、で僕と結婚してくださいとストレートに言う、じゃないと伝わりません。でも指輪って勝手に選ばれて嫌じゃないですよ。まあ確かにね、だって全然好みじゃないから嫌じゃないですか、うん、じゃあダメですね。え、でも でも好きな人からもらった。そうあの、たとえなんか変な指輪だろうと嬉しいと思います、ね、私も指輪してる、ほらこれ。かわいいですね。これなんと今年自分でお金貯めて買いました。セールでバレてるバレてる。セールで私はお金を半額セールになってる時に自分でガチで。いや、一生に一回ですからね、やっぱり、プロポーズって、さーて、私だから結構特別感あふれる感じ。お、いい、結構すぐ書けましたもんね。ディズニーホテル、ディズニーシーにミラコスタっていうですね、はい、お部屋からショーが見えるホテルがあるんですよ。でそこでホテルの部屋でショーを2人で見た後に、もちろんもうあれですよ、部屋だからあまり誰もいません、見た後に一生大事にするよ、結婚しようって。何笑ってんすか。いや、いいなと思って。めっちゃいい。良くないです。ちょっとショー見た後で、これいいですね。なんか、あ、すごい良かったみたいな。みんなほらあそこで並んで見てるけど部屋から見えるねみたいな。うるうるみたいな感じしたら、みたいな。このホテル撮ったのには理由があるんだみたいな。一生大事にするから結婚しよう。
やばい。それやばい。やばい。急に高まった。それいいです。からのガバン。微妙ですよ。微妙じゃないですよ。ディズニー行ったら疲れますもんよ。疲れない疲れない。タクタになっちゃうし。ホテルの部屋で2人だから疲れない。疲れますよ。疲れない疲れない。これでもできるでしょ。実行可能でしょ。うんうん、可能ですね。はい、じゃあ最後。何これ、なんかわかんないよ。ストレートがいいな。すごいよ。裸じゃん、裸。何いやもうシンプルに抱きしめて。そば広、うん。そういうことで、いや、そばに色言ってないし、いや、わかんない、わかんない、全裸で、俺のそば色、俺のそば色を犯罪者これ、これだって、何、ただの誘拐犯と何が違う。誘拐犯って、幼女でしょ、幼女をさらう提出者で、俺のそば色、俺のそば色ハグをね、抱きしめる抱きしめないと犯罪集するよ、これ抱きしめないと。見て、この何の感情もないこの顔、何の感情も眉毛もないし、表を入れてもらいましょう。俺のそば色俺のそば色じゃあ、誰のそば色がよく投票してもらいましょう、投票。いや、でも、はい、ほら、私が一番ドラマチックで、いや、僕ですよ、うん、いや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 、私ですよ、これ絶対。でもこれある意味同じですよ、水戸さんと私、うん、ある意味私の方がより具体的な、そうです、ね、そうそうそう、ダメダメ、私全然ダメダメダメ、こんなの実行されたら被害者が増えるだけだ被害者が増えるだけだよ、それクエスト、リンディオさん、被害者増やしてどうするんですか、こんなの、ダメ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 、抱きしめるのがいいと思うけどな。セリフもまずかった。俺のそば色。俺のそば色。俺のそば色。おお、やった。やった。よし。よかった。私が一番低いっておかしいでしょ。はい、じゃあつぼっち。つぼっち。ちょっと待って。つぼっち。ちょっと待って。つぼっち。いや、そんなのやる。初めてのポイントもらった。みんな結婚できないよ。みんな結婚できないから。つぼっちに三つ。なんでさ。なんで、え、みんな結婚できないですよ、これ。違う、あれですよ、視聴者はやっぱ男性が多いんですよ、うん、となると我々坪川、うん、稲葉や坪川の考えに同意してくれるとか。いや、だってこれ、これただの犯罪者ですから。いや、犯罪じゃねえし、犯罪者だし、犯罪じゃねえし。なんで、え、2個ちょうだい。え、2個本当に、うん、信じられない、なんか不愉快、信じられない、なんか不愉快、夢見すぎなのかな、じゃあ、うん、ちょっとね、そういうことなのかな、1ポイント、1ポイント、そういうことか、1ポイント、1ポイント、あ、つけろつけろってことですね、はい、つけます、つけます、はい、1ポイント、はい、え、何枚ずつか数えてみます、そろそろ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、そんなあるんですか、稲葉が12、私は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、お、勝ってる、やばいやばい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9個、え、本当に、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、え、スモーク一番多いよ、こういう感じですね、今、え、そうそうそう、リンリンが圧倒的に少ない、リンリンが最下位で、僕と足立さんが同率、あらららら、え、同率じゃない、なんで、え、何個でしたっけ、12、私何個でしたっけ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、一緒、一緒でした、同率だ、うん、あれ、私はリンリン罰ゲーム説あるな、尻文字、うん、尻文字だ、尻文字で、時間が残り20分私10個じゃない、1,2,3,4,5,6,7,8,9、あ、10個でした、失礼しました、10個か、まあまあ開けてますけどね、うん、10個、10個で、残り20分で、まあ、罰ゲームの時間を10分取ったとしても、うんうん、
まあですね、あとお悩みもいけるなと1個か2個ぐらいですね。ちょっとお悩み、うん、今日いろいろいただいたんですけれども、ちょっと全部はいけなさそうですね。なんと、うーん、どんなのがいいですかね。いろんなのがある、嬉しいですね。今日でもこれ基本的にあの先にいただいた方、一番最初にいただいた方から今日言ってるんで、うん、これはさっきこれは読みましたね。これは読んだ、ささささ、あ、読みました。これ最後の1個ですね。最後の1個いきます。でも今の結婚のやつ結構良かったですね、うんうん、いい意見がいっぱい出ましたね。そうですね、うんうんうん、さっきあ、これダイエットの話はさっき被ったんで、ちょっと何か雑談しててください。はい、じゃあ、あの僕らのあれ話します。あ、決定ですか。あ、あれ、ええ、あのここで大発表なんですけど、はいはい、僕と稲葉さんの番組がちょっと7月にスリアロで始まることが決定しました。よー、おめでとうございます。おめでとうございます。あのまあ詳しい内容はまだ発表できないんですけど、あのトーク番組をやろうと思ってて、我々2人がメイン MC、うんうん、おお。で、打倒アメトークを掲げてやっていこうかなと思ってます。大丈夫ですか。大丈夫でしょう。あの人気がなかったら1回で終わっちゃうかもしれないみんな見てねえ、番組のタイトル名とか決まってるんですか。もうまだちゃんとは決まってないですね。ただ2人の名前を入れて何か、うん、あ、なるほど、うん、え、つぼっちと稲葉さんだからイバッチみたいな。イバッチ変形がないイボッチか、イボッチ、イボッチ、汚い、イボッチのイボッチいいじゃないよくない、ちょっとダメでしょ。よし、最後のお悩みいきます。はい、はい、お名前にぶたさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんと女性の方ですね。皆さんこんばんは。いつも楽しく拝見しています。私はリアルの麻雀では普通なのですが、ネット麻雀になるとここ一番の勝負がとても弱いです。どうやったら勝てるようになりますか。ここ一番の勝負ですもんね。ここ一番ネット麻雀で勝負が弱い。私ね、ネット麻雀あんまやったことないんですよね。ここ一番、すっごい真面目にアドバイスするか、うん、あの何ですよね、ポイント取りに行くかですよね。うん、さっきのでポイントもらえるんだっておかしな話ですよ。だっていやいやいや本当ですよ。俺のそば色全裸で幼女に抱きついて。全裸じゃない、幼女じゃない。だってさっきのさ、わかんないし。ん、いや、あれがプロポーズだと私は気づかない。いや、でもこれ難しい、相当難しくないですか。ちょっと難しいですね、これ。めっちゃ難しいですね。10分は必要ですね。ちょっと待って、ここ一番勝負どころで強くなる方法。難しい。ちなみに今回のあれで、あの一番ポイント少なかった人が罰ゲームなんで、あれ坪川さんもこれも罰ゲーム回避じゃないですか。はい、あ、もう回避ですか。いや、でも最後は5ポイントとかにしちゃいます、うん、あ、そうしましょう。最後5ポイントで5430 5430 したらリンリンも逆転できる。え、あ、できる。私1位だったらできる。逆転する必要があるのかって話ですけど、5430にしましょう。5430汁足りないですけど。え、でもなんだろう、なんだろう、なんだろう、ネトマでしょ。本当に思いつかない。これやばい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 。いやー、ちょっとでしょ。いや、これ難しいな。いや、ガチでいこうかな。よし、逆にガチ。逆にガチ。私も逆にガチ。できた。これは賛否両論ですね。できました。できましたか、うんうんうん、と上から5430です。ちょっと待って、ちょっと待って。
今みんなすごいすごいすごい真剣。これでも見てる人もちょっとね難しいんじゃないですか、多分このアドバイスしろって言われたら。うん、同率の場合は追いつき有利でいいですね。そうですね、同率の時は、やばいやばい、私もちょっとダメだ。なんでルリカオスなどが書くんですか。リンリンさんのたわわなバディで罰ゲームしてもらった方がいいですよ絶対。まあどっちかにやってほしいですよね、うん、でも男性誌もだってあれですよ、過激な罰ゲームありますよ。いやいやいや見たくないでしょう。いや見たいですよ。罰ゲーム何しましょうかね。尻文字がさっき、ね、今のところいいです、できました。はい、できました。どうぞお先にどうぞ、はい、じゃあもうこれは一人一人同時じゃなくて一人一人開いていきましょう。そうしますか。誰からいきます。じゃあ、冬馬さんから。はい。せーの。はい。僕はですね、ネットマージャン。すごいよ。ネットマージャン。犯罪者や。ネットマージャンをしてて、勝負弱いってことは、多分画面に集中しすぎてるんだと思うんですね。うん。だから、それを和らげるために、別ブラウザで何か動画とか流して、別にラブストーリーとかでもいいですし。え、そんな犯罪動画上がってます？いや、犯罪動画じゃない。ラブストーリーとか見て。それ、俺のそば色じゃない。ちょっと俺のそば色、ドラマ俺のそば色ちょっと気分転換というか、そういうのをすると案外すんなり勝てるんじゃないかなと思って、集中しすぎて、集中しすぎちゃうみたいな、そう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 、だから他のなんか動画見るがいいと思いますね。俺のそば色こんな感じです。はい、じゃあ次は私。ちょっと私ネットマンやったことなくて。わかんない。チューするから許して。ゼロポイント。甘い。ゼロポイント。チューするから。ダメ。ああ、死刑だ。死刑ひどい。死刑ひどい。死刑ひどい。ほら、賛否両論。これは許す。ね、許したら、許すと死刑ってすごい極端です。これは割れそう。割れそうですね、意見が。なんでわかんなかったんだもん。リカちゃん1ポイントか2ポイント、1ポイントか0ポイントか2ポイントだね。何の話ですか。3ポイントではないね。いや5、4、3なんですね。でも何言ってるか分かんない。1位は5ポイント入んの。言った何の話してたんですか。いい、はい、マイペース。はい、私は自分の力を信じて打つしかない。こんなところで負けてる場合じゃないんだっていう気持ちが大事だと思います。何言うか言った気持ちの問題ってことですか。はい、かぼちゃってことですか。はい、かぼちゃってことです。普段の自分の麻雀を信じて打てばそれなりの結果が出ますってことですよ。いや、これネット麻雀に対する回答ですよね、うん、普段の麻雀も一緒じゃないですか。気持ち出ないですよ、うん、麻雀には。いや、だから一緒じゃん。だからでも否定をしたくなかったんでポジティブにアドバイスをしたかったんですよ。だ、気の持ちようってことですね。そうです、それが実力なんですよ。はい、はい、どうしたんですか。はい、ダメだ、うまくいかなかったらダメだ。自分の力を信じてください。はい、ってことです。はい、はいはい、じゃあ最後は、はい、これ質問、じゃあもう質問をしてくれた方は女性ですよね。そうですね、女性ということは詳しくはポックンの家で教えます。出そうになったんだ。これですね、僕天宝で、あのなんだっけ、なんか詳しくもなんかなんでこんな変な字になってるんですか。あのこれちょっとおまわりさん、おまわりさんの情報が、あの僕そば、僕そば、まあ、僕昔天宝やってる時に7段の最速記録を作りまして、あのそれだけが唯一あの僕の自慢できることなんですけど、ネトマに残った俺がネトマからネワに任せる。なんで、まあ、なぜそんなことができたのかっていうのはあの僕の家で教えるんでぜひ来てくださいっていう話です、はい、直接教えるってことね。そうそうそう。いや、私も思いついた、はい、うん、ガチアドバイス、ガチバン、ガチバン、あの全部理由をとことん追求することです。あのですね、結局分かった、大事なところで勝負負けしたっていうのはですね、やっぱり何回も繰り返して何回も負けるっていうのはやはり負けた理由があるんです。これずるいってかかるんですよ。ちゃんと、いや、ちゃんとした
ちゃんと自分に利のある勝負を違う。なんでそんな正々堂々と不正をするの。ダメでしょ、変えちゃう。変えてないですよ。変えてない。ちょっと待って。変えてない。内容聞いて。内容聞いて。真面目に。なんで終わった後に言おうよ。なんとお悩み解決したいもん。してないよ。ちゃだからちゃんと待って。なんで、はい、投票してもらいましょう。本当に、ね、はい、じゃあ消しちゃったんだけど、消しちゃったんだけど、結局部の悪い勝負をしてるってことはやはりどこか原因があるんです。それを追求していくし、キスするから許していったでしょ。毎回一か八かの勝負に持ち込んでるっていうのが負ける範囲なんじゃないかなっていう。やっぱり10回やって、まあ、6回は勝てるんじゃないかという自信のあるのを。嘘さ、ルイさんいいこと言ってるよ。これ一番だっていいでしょ、これ。いや書き直しはね、あのね、マイナスポイントが入る。さっきやってたじゃないですか。さあ書き直しは2ポイント減ります。さっきやってたでしょ。さっきやってた人いたもん。もう1個しか入んない。リンリン3ポイントだから追いつき有利だよ。やったー。やったー。え、何ポイント、誰が1位。フリワさん。僕が5ポイント。5ポイントだから僕は17になりますね。あれでももともと僕が14から4なんで18。あ、じゃあやっぱり優勝だ。1位に同点で追いつき有利だ。追いつき有利。うわ、やらかしたな。はい、じゃあ罰ゲームは足立プロです。やった。最後いいこと言ったんですよ。だから不正ですか。堂々と不正しちゃダメっすよ、やっぱり。じゃあ罰ゲーム何ですか。罰ゲームは、罰ゲームは猫の何にしようかな。何猫の。じゃあなんか罰ゲームもあれじゃないですか、4つぐらい取ってアンケート取ったらいいじゃないですか。うん、うん、そうしましょうか、うん、そうする。そうしよう。じゃあ1位が尻文字、1だから1人1個ずつ罰ゲーム言ってって、でまたアンケート取れば簡単です。そうですね、最初にあった私は尻文字、うん、じゃあ書こう。あれ、やりたくないけど書いてあったから書きます。あれ、ペンがない。しり文字、はい、アンケートで。あんまりひどいの書かないです。足立さんがやるんですよね、これ。死ぬみたいなやめてください、ね、あ、それ怖いな。リンリンずるいですよ。自分やりたくないのに人には結構押し付けてくれる。リンリンは私無理っていうのに結構押し付けてくるから。ああ、いいっすね。やらかやらか。一応コメントは？コメントもいろいろ来てる？安倍さんに電話とか怖いんですけど。秘密の話は別にないかな。さあ、高原に電話。ちょ、ももちゃんと1年会わないとか辛すぎるんですよ。いいっすか？はいはい、できましたよ。せーので、はい。はい、まあ、私さっきコメントやった尻文字。これお尻。次、何、フリバさん、ダンス。過激なダンス。過激なダンス。おかしな人いますよ、また全裸で。全裸で。なんでいちいち全裸着てないの。服は着るよ。全裸ダンス。はい、じゃあ次、みぞえさんが。はい、ルリカちゃんといえば、麻雀牌モノマネ。うん、いいでしょう。全然いい。やだ、あ、やだって、やだ。坪川さんは？坪川さんは？あ、僕はさっきなんか話題に出てた猫のヨガのポーズ。いや、それいいっすよね。それいいと思った。こんなポーズを確かに、うん、するやつ。じゃあこれはじゃあ足立さんどれからやります。え、これアンケ。じゃあこっちから1。ダンス、いや、あの名前でいけるのか。うん。僕がダンスで、足立プロが尻文字で、待ち受けはね、本当に坪川さんが麻雀牌モノマネで、好きな歌手だから、坪川さんが猫のヨガ、うん、はい、麻雀牌モノマネが一番なんすか。麻雀牌モノマネ、麻雀牌のモノマネ、麻雀牌、パーソーとか言ったらそのモノマネができるわけです。パーマンみたいななりきる。前、おいさんやってたよね。やってた。この絵文字面白いんですけどね。出た。何何。
ももちゃん1年会えないは辛い。激しいダンスって何？激しいダンスってわかんないんですけど。激しいダンス。こういうダンス。何？激しいダンス。うんうんみたいな。間違えた。間違えた。アンケ、あれアンケ出ない。他にどんなの出ました？肘卓球とかは全然。肘卓球はね、うん、もう今や罰ゲームじゃなくなってます。罰ゲームじゃない。おいしい、おいしいまである。どれだろう。私麻雀ぷママに入れとこう。得意得意だから。てんてん。なんで福地先生の本を自腹で買うが罰ゲームなの。罰ゲームじゃない。あ、父卓球あった、そういえば。あ、父卓球。父卓球あったな。あったな。父卓球確かにあった。忘れてた。そっちだな。父卓球説。じゃあダンス、ダンス、いやでもダンス。ダンス。父卓球はでも放送事故にならない。ヨガ猫のポーズが。あ、いいっすね、それ。え、これどこでやるんですか。それしてから。私たちどける？え、でもこれ映んないんじゃないですか。どかないと映ん。ここで？この上って乗れるんすか。え、これ乗っていいの？初めてのこのテーブルの上に乗っちゃうっていう。壊れません？ね。いけるとは思う。本当？足立プロならいけるでしょ。足立プロならいけるっす。本当に？ちょ待って、これスカートなんか見えるんじゃない？それもそれで。え、これガチ？これガチのやつじゃん。え、これ何？この方向でいいの？2パターンの方がいいかな。こうの方がいいかも。こうちょっとそこ恥ずかしいので受けてください。え、猫のポーズ？お尻に当たっちゃうよ。ビールこぼしたりしないかな。はい。え、でも実際は具体的にどうやるのかわからない。実際はこうやって。はい。おいって罰ゲーム。猫の真似いきます。はい。にゃーあー、もうちょっとっすね。あ、そう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 、これまずいでしょ。これ待って、思ったよりこれやばいんじゃないですか。にゃーもっとお尻上げて、やだ、恥ずかしい、恥ずかしかった、思ったより恥ずかしかった。いいんじゃないですか、これは。思ったより、何、にゃー、こっち向きだったら、にゃー、にゃー、やべだ。これ、え、嘘、私全然平気かと思ったの。思ったより恥ずかしいっすね。思ったより猫のポーズ、なんかお尻上げてとか言われてみたいな。なかなかよかった。え、これ恥ずかしかった。え、すごい恥ずかしかった。これでルリカちゃんもヨガ行けるね。行けなくなりましたけど。え、初めて恥ずかしかった。初めて。よかった。いい罰ゲームでした。これは恥ずかしかったですね。うん、素晴らしい。なかなか良かったですね、この罰ゲーム。あんまり私初めて罰ゲーム系で思い切ってできなかった。いつも過剰にやってたのにできなかった。これは恥ずかしい。よし、やりました。さて、はい、じゃあ参りました、はい。私前回も罰ゲームだったんですけど。確かに。いやでも前回ははめられた感がすごかったですよね。不正があった。うん、ああ、よかった。ああ、なんか変な汗すごいかきました。良かったですよ、本当に。良かったですか。良かったですね。いや、恥ずかしかったです。お尻上げてが恥ずかしかった。もっとお尻上げて。やだ。どこ見てんの。そらそうだ。そらそうだ。あ、恥ずかしかった。はい、じゃあ、皆さん二人とも今日いかがでした？あ、あっという間でしたね。そうですね。あっという間でしたね。最初2時間って聞いて持つかなと思ったけど、喋ることないかなと思ったら。あっという間で結構喋ってましたよ。いや、楽しかったですね。よかったです。ディニーさん、じゃあ次回の告知を。あ、そうですね、はい、来月は6月8日だったような気がします。あ、そうですね、6月8日。あ、そうそうそう、ルリカちゃんの誕生日。そう、私の誕生日なんですよね、実は。もうすぐ、はい、うん、6月8日にゲストが荒木英二プロ、助手に青木さやプロで、この3人でお送りします。また見てください。よろしくお願いします。肘卓球、肘卓球いいっすね。じゃあこれで帰る。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。肘卓球、また。